重そうだったよね。はい、しかもカラーがあったんで、ね、長、うん、結構これぐらいのカラーあったんで、うん、でその前のパッドが結構重かったじゃないですか、うん、多分前のパッドと同じようなタッチで打ったんですけど、うんうん、強かったですまあでも打てないでね、あれじゃないから、うん、ここまで来るとちょっとね、技術的な部分よりももう運的な部分になっちゃうけど、はい、ね、残りたかったね。もうめっちゃ残りたかったです、ね、本当に、はい、ちょっとあの2人距離が出るけど、ここショートホールだから、はい、ちょっとチャンスあったじゃない、はい、ね、はい、いけるチャンス十分あったから、はい、なんかいけるかなと思ったんだけど、そうですね、うん、うまかったです、あのアプローチとかも、はい、どう、あ、まあ、やってみて多分ね、自分に足りないものが結構あると思うんだけど、うん、はい、どうですか。あります、かなり。やっぱ飛距離もまだまだ欲しいですし、うん、そうですね、でも一番飛距離ですかね。そうだね、うん、多分その、まあ、俺が見ててだけ、はい、俺の感想だけど、やっぱり上背が結構あるじゃない、うん、その分だけその、まあ、上半身の力もあるよね、うん、まだまだ下半身の力があんまり使えてないから、それをしっかりと使えるようになったら、うん、めっちゃ飛ぶようになると思う。本当ですか、うん、じゃ本当に今も私のこのスイングをなんかやっぱ変えようとしてくれてる人たちもいっぱいいて、うん、で特にみんなやっぱみんな下半身を重点的に言ってもらってて、うん、もう最近本当これでもう下半身頑張って本当動かすようになった方でもっとひどかったんですよ。でもやっぱまだまだ足りないなって思います。そう、あのもう技術的な部分になっちゃうけど、やっぱりこうクラブが結構高い力入ってくるから、はい、そうするとどうしてもぶつける感じになる、はい、クラブのエネルギーを使えないから、うん、それをうまく使えるようになるためには切り返しから下半身をうまく使ってできるだけ上半身を抑える動きを使えるようになったら、うん、もっと飛ぶようになる、はい、あと腕の動きもちょっとずつ制御していきながらやっていったら、はい、フェードで飛ばせるようになると思うよ。本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、そうするとあのリリースがちょっと早くて、はい、上っ面当たっちゃうのも治るから、はい、うん、だからもっと精度が、はい、スピンもかかるし、はい、ステージが上がっていけば、はい、パワーあるから戦えると思います。はい、ありがとうございます。いいでしょ、足りないとこいっぱい分かって嬉しいです。はい、はい、ちなみに2回目ですけど、今日戦ってみてこのずっと8番まで来たじゃないですか、どうでした、ご自身の中での。なんか前回は本当もっとショットが悪くてって感じだったんですけど、まあその変に緊張とかもなく、なんか私的にはこういつも通りできたと思うんですけど、やっぱり足りない部分がもう差だなと思いました。足りない部分がもう最後までいけないというか、うん、はい、足りない部分があればもう急に、うん、そう、自信になります。やっぱ飛距離とかもあれば、そうだし、ショートアイアンとかでやっぱセカンド打てるようになったら、なんかもっとバーディーも取ってスキップとかもできるようになるじゃないですか。だから、はい、足りないところがすごいはっきりした一日でした。自分の中でその他で悩んでるところとか、バンカーとか、なんかパターとか悩んでるところですよね。でも全体的にまだまだレベルは低いのでダメなんですけど、でも本当一番何って言われたら飛距離です、うん、だからその飛距離が出てくると全てが全部つながってくると、はい、クラブの入れ方が同じになってくるから、はい、今状況によって変わっちゃうから、はい、それがばらつきになる、うんうん、そこだけ一番大事な、そう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 、ティーショットを打つ、結構早いうちにゴルフやってて、はい、意外と上背も大きかったから結構力でクラブを扱えちゃった部分がある、うん、それがちょっと後手に回ってる感じがするな、うんうん、ちっちゃい時からこうできてるというか、そうそう、ちっちゃい頃からやってるがゆえのものがあるんで、それを少しずつマイナーチェンジしていけたら、はい、うん、全然伸びると思う。頑張ります。めっちゃいい体だもん。本当ですか。ああ8ホールまで、あーめっちゃ悔しい最後まで行きたかったね。はい、そうですね、そうそうそう、でも、まあ、なんか私の中では上出来だとも思います、この、はい、技術でここまで来れて。本当ですか。本当です。もう一ホール行けば、いや行きたかったですけど、ここまで来れて上出来っていう部分もあります、はい、じゃあ次は3度目、そう
はい、もう3度目は飛距離をもうポカンと、そうだね、伸ばしてきます。そうそう、はい、クラブフェースが開かないで入ってくるようになれば、はい、いくらでも飛ばせるから、はい、大丈夫です。ありがとうございます。とんでもないです。